さん、こんにちは。チャックバスです。本日紹介するのはハイラインとなっております。ハイラインというのは、昔高架鉄道で使われてた跡地を、公園化してできた、一応公園という形になっていますけども、簡単に言うと長めの歩道橋みたいなイメージでいいかと思います。ニューヨーカーの方はここでランチをしたり散歩したり休憩したりと、本当に様々な方がいますので、ぜひね、ニューヨークに行かれる際はこちらも綺麗ですので、ぜひ訪れてほしいと思いまして、今回紹介させていただきました。それでは行ってみましょう。私はですね、今ガンズボートストリートと14丁目の間ですね、ちょうどホイットニー美術館の隣の階段から上がっております。ちょうどここは今現時点のスタートラインとなっておりますね。で、この緩い階段を上に上がっていくとハイラインになっております。でですね、エレベーターも、場所によってありますので、アクセスポイントが何箇所かありますので、公式の URL を、貼っておきますので、そちらのマップをね参照していただけたらなと思います。で、お手洗いはこの入り口にもですねあります。左奥に見えているのがエレベーターですね。で、ベビーカー等々、車椅子の方とかも利用されておりますので、誰でもね、気軽に来れる場所となっております。ちょっと不思議な感じですよね。私が初めて行った時も、こういう作りでこれが公園っていう発想が、やっぱりすごいなっていう感じでしたね。で、距離にすると結構な距離ですので、本当に最初から最後まで全部歩かれてもいいと思うんですけど、これも結構疲れますので、階段があるところから階段があるところみたいな、そんな利用の仕方でいいんじゃないかなと思います。もうここも全部歩かなきゃいけないんですよ。あんまり本気で全部行こうと思う、本当に疲れると思います。で、ここからですね、しばらくこの公園の風景が続きますので、ちょっとねナレーションはこのぐらいにして、ニューヨークのこのハイラインですね、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はニューヨークのハイラインを紹介させていただきました。公式の URL は、概要欄に貼っておきますので、そちらを参照していただきたいと思います。せっかくニューヨークに行かれるのであれば、こちらもガイドブックに結構載っておりますので、ぜひ行ってみたらいい思い出になるかと思います。本日も最後までご視聴いただいてありがとうございます。
た次の動画でお会いしましょう。